はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。洗面器です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。今日はお弁当ですね。これのお弁当、前もね紹介したことあると思うんですけど、真心弁当竹ガーリックとんかつってやつね、428円、税込みで463円のね、こういうとんかつが、青森県産のねガーリック豚を使ったとんかつが入ったお弁当ですね。ちょっと開けますね。よいしょ。これとあとこういうのがね、あ、ちょっと 20% オフでちょっと安かったんで買ってみました。春雨チャーシュー炒めっていうのね売ってて、でね、20% 引きで158円、税込みでも171円ね。これも開けますね。よいしょ。こんな感じね。今日はねこれで軽くもう飲んで食べていきたいと思います。本当はねこれお昼ご飯に食べようかなと思ったんですけど、昨日焼肉やって、でちょっとお昼にそんなにお腹減ってなかったんで、お昼軽めにして、でお弁当をね晩の晩酌にね回すようにして、でこれで今日はね晩酌することにしましたね。ちょっと手抜きで申し訳ないですけどね、いろいろあってね大変なもんでね。では何から飲もうかな。じゃあ今日はこれを買ってきたんで、氷結のねオレンジね、レモンがいつも多いんでオレンジにしてみました。氷結のオレンジ、アルコール度数 5% ですね。これでスタートしていきたいと思います。よいしょ。あー、マウスにかかった。こんな感じですね。では今日もね皆さん一日お疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。あ、うん、あ、うんうん、オレンジオレンジオレンジの香りがしますね。酸っぱくないんでね、オレンジだから。酸っぱいの苦手な方でも柑橘系ね、あのさっぱりしたの飲みたいなっていうのオレンジいいかもしれないですね。うん。ではだ、あのお弁当はねこういう感じね。まあ梅干し入って、まあご飯もありますけど梅干し入って、厚焼き卵が入ってますね。で、磯辺揚げかな、ちくわの磯辺揚げで、とんかつが2切れ入ってます。とんかつ2切れね。で唐揚げと、あとこれしば漬けじゃないけど、まあ桜漬けってやつかなね。大根のお漬物と、あと切り干し大根が入ってますね。これで税込みで463円、税抜きで428円ね。うん。何のお弁当がいいかなと思ったんですけどもね、これ何回か紹介してるんで違うお弁当がいいかなと思ったんですけども、やっぱねいろいろね入っててね、おつまみにするのにいいんでね、これにしちゃいましたけども、じゃあとんかつ食べちゃおうかな。中濃ソースがついてるんで、まあ、ソースこれ一袋だと足りないんで、あの別に持ってきてあるんで、これも一袋かけちゃう。よいしょ。でちょっとねマスタードを少し、よいしょ、これでいただいていきたいと思います。いやー、よいしょ、こんな感じですね。とんかつこうの方が見やすいか、これね、こういうとんかつ、これのねカツを使ったねカツサンドもうまいんですよ。これこの間ちょっと食べ、動画にしなかったんですけどもね、この間ちょっと食べて、あ、こんな感じ。これはね動画にはしなかったんですけどもね、お昼にちょっと軽く昼飲みで食べて、もうねボリュームあってね安くて美味しいんですよ。
よいしょ、カツ、カツはこうですね、こういう結構まあまあ厚みもありますよ、ほらね、カツがね2切れ入ってますね。でいただきます。うん、うん、ご飯も少し、あ、ご飯ボロボロだな。うん、うん、うん、ちょっとご飯固くなっちゃってた。じゃあ次はキリンタンでいこうかな。キリンタンのねプラチナダブル、これしかないんで動画の尺短いと思います。うん、ゲーム炊くのもね、この間あのレンチャンでね動画にしちゃったばっかりな、だからゲーム炊くの見てわけにもいかないなと思って、うーん、ちょっと寂しいですけども今日はね、もう昨日かあのちょっとね動画の方をあのアップするのをお休みさせていただいて、あの前にもね話しましたけどね、あのうちのあの水道管なんかね水漏れしちゃってて、なんてあのお湯の方のね水道管が水漏れしちゃってて、もうお風呂はもう入れないんでお湯使えなくて、お水はね使えるんですけどお湯の方が使えなくて、なんであのね今朝ね朝一でね銭湯行ってきたんですよ。もう朝しか時間取れないんで、朝のねあの5時に開くんですよ銭湯で。ちょっとねもたもたしてて家出るのちょっと遅くなって、結局銭湯に着いたのが5時15分か、まあ、5時20分ぐらいで、平日のね朝の早い時間だったらそんなに人いないだろうなと思ったら割と人いてんで、銭湯も久しぶりだったんでね、まあ銭湯といってもね、まあ温泉なんですよ、温泉の銭湯、あの温泉多分ね、あの光線っていうんですかね、あの温泉じゃなくて光線をボイラーで温めてるんじゃないかと思うんですけど、うん、そういうあの銭湯 で結構ねあの温泉皆さん好きなんでね、あの朝からそこ温泉入ってねっていう方が結構いらっしゃって、うんでね、こう頭洗ったり体洗ったりとかしてこう洗い流すとこう泡がこう結構出るじゃないですか。で他の人のところに、ね、泡がいかないようにこう気をつけてね、こうシャワーでこう泡が流れないようにこう、ね、あの側溝みたいなところに流れるようにこう、ね、あのシャワーでシャーってやって泡をちょっと流しながらとかって、もうすごい気使ってね大変でしたけどもね。なんで朝もう朝にしかもう時間取れなくて、なんでこの先ね、まあそういうのもあるし、あと晩酌自体もちょっとねあの減らそうかなと思ってて、あの毎日もうねお酒も飲めなくなってきちゃってて、うん、なんでこの先ね毎日更新できなくなるかもしれないんで、まあ申し訳ないですけども、その辺はねあのご了承いただいてね、あらかじめご了承いただいて、ね、やっていきたいと思います。じゃあどうしよう、これうん、あ、大きいチャーシュー入ってた、あ、塩コショウで味付けてあるんだ、塩コショウで味付けてごま油で炒めてるのかな、あと長ネギが入ってますね。ほんとおつまみって感じです。あ、チャーシュー美味しい。これ中華系のラーメンとかの具に入れても美味しいかな、どうだろう。なんで今朝もう時間なくてね、サラダ朝
あの家事してる時についでに作るんですけど、作ってる暇もなくてトマトだけ切ってきました。うましょのねドレッシング、時間の配分とかもねちょっと考えていかないと。やっぱね、行って帰ってくるとね、うん、銭湯ね行って帰ってくるとやっぱ1時間はかかるんですよね。そんなに長居をしてるわけでもないんですけど、やっぱりこう銭湯まで行って帰ってくる時間もあるんで、うん、どうしようって感じですよ。まだね銭湯ね初めて行った銭湯なんで全然分かんなくて、右も左も分かんなくて、でもささっと入って出てきた感じなんで、もうゆっくりもあまりねしてらんないしね、時間ないから。何回かね通って慣れてくればね、またちょっとこうゆっくり温泉使ってみたいな感じになるかもしれないですけど、ちょっとミニコロね焼酎。結構でもね朝から銭湯入りに来てる方結構いらっしゃいますね。結構ねあの青森市内ってあの温泉多いんですよ。市内でも山の方とか行くと当然なんとか温泉っていっぱいありますけど、市内もね温泉多いんですよ。なんかね結構温泉出るらしいんですよ。温泉っていうか鉱泉、うん、もうボーリングすれば大体出るぐらいな感じ、鉱泉で。まあ冷たければあのボイラーでこう温めて、でお湯にして、でまああの温泉っていうか銭湯っていうかにしてなんかやるみたいな感じで、結構ね市内にもあちこちあるんですよね、うん、で好きな人はあのあちこち入りに回ってるみたいですね、うん、うちの父と母も元気であの車とか 乗ってた頃はあっちこっち行ってたみたいですからね、温泉、うん、入りに。私もね車ないんでねじゃあどうしようか。あ、唐揚げ食べる。あ、これ食べようか。磯辺揚げ。ちょっとお醤油。東京いた頃はね、東京のあの入り屋に住んでた頃はお風呂なくて銭湯通ってたんですよ。入り屋の銭湯、何湯って言ったっけな。ちょっとな。銭湯の名前まではちょっと忘れちゃいましたけどね、うん、あの辺ね家にお風呂ないとこまだあったりするんじゃないかな。まあ、で家にお風呂があってもやっぱ銭湯がいいっていう人がいて、みんなさん銭湯ね行くんですよね。うん、なんでもうね夏になるとねもう上半身もう裸のおじいちゃんとかうろうろしてますからね、路地裏あの銭湯の近く、もうなんかもう捨ててこみたいなの一枚下履いてもう上裸もううろうろしてんのいますからね。じゃあちょっと磯辺揚げね、うん、まあそれ普通なんですよね下町界隈。それ下町以外のとこで、東京でも下町界隈以外のとこでそういうのやってたらちょっとねどうかなって感じですけど、下町の界隈ってそんな感じなんですよ、うん、割と。うん、カツ美味しい。
食べきった。うん。でもあとはね、もうほんと今日これしかないで、動画の尺短いかもしれないですけど、この辺でね、締めさせていただきたいと思います。で、まあ、そういういろいろね事情があって、ちょっとね動画の方毎日朝上げられなくなるかもしれないんで申し訳ないですけども、その辺だけちょっとねご了承いただいて、では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画頑張って編集してアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。